はい、それでは、科学メジャーのデモビデオです。このビデオは、メジャー体験演習について紹介いたします。システム工学部、システム工学科はダブルメジャー制で、10メジャーあるわけなんですけれども、そのどのメジャーを選ぶかというのを、学生さんに考えてもらうと。で、1年生で、共通教育、2年生でメジャー教育に入るわけですけれども、その1年生の時にですね、メジャー紹介講義とメジャー体験演習っていうのがありまして、そこでそれぞれのメジャーでどういうのをやっているかというのを学ぶことができます。それでどのメジャーにするかというのを、学生さんに選んでいただくと、いうことになるわけです。で、そのメジャー体験演習でその科学メジャーがどんなのを行っているかということを、簡単に紹介いたします。で、科学メジャーの、体験演習は、実験がメインです。当然といえば当然ですが、もちろんいろんな説明のなんかもきちんとするわけですけれども、で、メニューとしては吸水性高分子の作って性質を見る、それから鉄イオンの反応、銀鏡反応、それから色素の合成と染色、蛍光物質の合成、研究室紹介というふうになっています。で、今からお示しするビデオは、それぞれの、メニューの、クリップ、ショートクリップというところになります。で、あとその実験室のいろいろなその声が結構、大きいのでですね、音声は外してございます。ご了承ください。それではビデオを始めます。まずこれは吸水性高分子で、作ってるところですね。原料を一生懸命こう混ぜて、合成して、でその後アルカリにつけて反応を終わらせていると、よく切っとかないといけない。水を切っています。それでその吸水性高分子ですけども、今これさっきあった白い粉が高分子ですね。で、それに今水を入れています。結構たくさん入れています。でもどん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 高分子を吸ってってくれています。ものすごく傘が増えているというのが映像からも見て取れると思います。自分の体積の何十倍、何百倍という水を吸うですね、吸水性高分子。で、吸うのにちょっと時間もかかったりしますけども、こうやって沿わせまして、でこうひっくり返しても出てこないよということですね。次に鉄イオンの反応です。今、鉄にアルカリを入れて茶色い沈殿を作っています。で、この沈殿を今、ろ過しています。ここでろ過していますね。で、今、塩酸を加えていますけども、白い煙が立っているのは塩酸ですね。で、そうすると、こういう黄色い、茶色い沈殿から黄色い溶液が出来上がります。で、こう絞り出すと、きれいな黄色ですね。で、そこにある試薬を加えますと、真っ赤になります。これは、チオシアン酸というのを加えています。で、一方、また別の試薬を加えると真っ青になります。
これはヘキシャス用の鉄二酸というのを加えて、いわゆるプルシアンブルーを作っているところですね。あ、できたところですね。で次は、銀鏡反応です。硝酸銀の溶液とそれからその他の必要な試薬を加えています。アルカリとそれからホルマリンを加えますね。でそれでしばらくよく混ぜてしばらく置いておきます。そうしますとこういうきれいに銀鏡が出来上がります。次は色素合成をしているところですね。今原料を混ぜているところです。途中の反応は温度が上がらないように冷やしながらやる必要があります。氷水で冷やしています。でまあ色素のできました。で今これは染色をやってるところですね。分子によって違う色に染め上がります。これは蛍光物質を作っているところです。この黄色い濁ってますけども、ここに出ている個体がその蛍光物質ですね。普通は何の変哲もない黄色い粉です。でそれをこうろ過しまして、で、まあ、4種類の化合物を作ります。まあ手分けして作ります。この4つですね。でそれに紫外線を当てますとこうやってこうきれいに光ってますね。お分かりいただけますでしょうか。まあこういう蛍光物質ですねを作って、まあ、いろんな化合物作れるんだというのを、実際にやっていただくということです。で最後に研究紹介で、まあ実験室回ると薬品とかあって危ないので、このように研究室の方から出前でですね、説明をしに来てくれます。そこでいろいろどんなことやってるのか聞いていくということになります。はい、これでメジャー体験演習の紹介を終わります。ご視聴どうもありがとうございました。